演奏してると思うので、あの温かく見守ってください。よろしくお願いします。見てからですね、いろんなところでチャリティーコンサートに参加しています。今日朝起きてご飯食べて自分の足で歩いて好きなとこ行って、それがやっぱりどれだけ幸せかということですよね。そしてここへ来てみんなで集まって帰る家があるっていうのがちょっとやっぱり幸せです。生駒の狐の子守唄、そんなんありましたやろうか。そう、私作りました。生駒と狐は歌います。悲しく恋しい子守唄、月夜の晩には峠から、あの森向かって泣きます。母さん恋しやこんこ、次は最後の曲になりますが、歌っていきたいと思います。